送信等群ライトアップされたテレビ等、STV アナログテレビ送信等にある展望台、測量山の山頂に、テレビと FM ラジオの送信所が置かれている。日丹地域における、機関送信所であるが、測量山は、内浦湾岸にあるため、対岸のお島半島からも見える。こうした事情から、測量山からの電波は、お島半島北東部の噴火湾から北海道。 駒ヶ岳、亀田半島に至る地域でも受信することができる。本来これらの地域は、函館放送局のエリアであるにもかかわらず、UHF 発用前は、室蘭放送局の番組を見ることを強いられており、ローカル放送対応のために、森、ヤク都度北家ケなどの総合テレビ単独の中継局を設置して対処していた。そこで、2007年10月1日の、 地上デジタル放送開始にあたっては、NHK 総合では、出力を半分ずつに分け、陸側を NHK 室蘭放送局の親局とし、海側を NHK 函館放送局の都道中継局と、することとなった。地上デジタルテレビ放送については、NHK 室蘭放送局には、呼び出し符号が割り当てられているが、 民放各局には割り当てられておらず、中継局扱いである。変化面はすべて水平変化となっている。地上デジタルテレビジョン放送室蘭局は2007年5月23日に、お島局は7月11日にそれぞれ予備免許交付。室蘭、お島両局とも、8月2日から試験放送開始、9月28日に本免許交付。 10月1日から本放送開始。おしま局は、受信状況改善のため、2013年8月19日から10月15日にかけて、物理チャンネルを、18、29に変更する作業を、実施。地上アナログテレビジョン放送2011年7月24日の、定波をもって、全局が廃局となった。ノースウェーブの中継局は設置されていないが、 コミュニティ FM の FMBU によって番組が再送信されている。NHK 室蘭放送局の送信書からは以下の放送が送信されている。鉄塔は2本あり、1本はデジタル TV、もう1本は FM 放送を送信。TVH はぼ根単独のデジタル施設となっており、かつてはアナログ放送設備も併設していた。 TVHE 以外の民放テレビ局は、アナログでは各局独自の施設となっていたが、デジタルでは、QHBC アナログ送信所の隣に共同で新設している。QHBC アナログ送信施設は、デジタル送信施設を建設する際に局舎が建築され、アナログ放送終了後はアンテナのみ撤去された。QSTV アナログ送信施設は、 展望台が設置されており、一般に開放されているため、アンテナと局舎のみ撤去され、残された鉄塔には、パノラマカメラが設置された。QHTB アナログ送信施設には、公衆便所が設置されていたが、送信施設自体の撤去と共に撤去された。旧 u h b アナログ送信施設は j、j モバ送信所に使われていたが、2016年の放送終了後、 そのままになっていた中、2021年になって、鉄塔が撤去された。一方で、局舎が撤去されたかは不明。NHK 室蘭放送局、DVH 以外のアナログテレビジョン送信施設は、2011年7月24日の定波をもって、運用を終了支配局となった。室蘭市母湖井、南町2丁目にある、テレビ中継局。変波面は、 アナログデジタルともに水平変化となっている。室蘭母恋デジタルテレビ、中継局室蘭母恋アナログ中継局室蘭地、都市別中継局は、室蘭市高砂町3丁目164番地に設置された中継局。室蘭市高砂町、地都市別町やり別市の一部地域など、測量山からの室蘭送信所の電波が届きにくい。 地域へ放送を送信している。変波面は水平変波となっている。室蘭地と市別中継局室蘭市ジニア町2丁目12番地にあるミニサテライト局。室蘭市、ジニア町とその周辺へ放送を送信している室蘭、和西中継局北海道室蘭市東町にある中継局。東室蘭地区への放送を送信している。変波面は アナログデジタルともに水平変化となっている。日本放送協会室蘭ラジオ放送所、放送エリアは原則として、イブリ、日高地方の全域、大島地方の内浦湾、大沼国定公園周辺。NHKHBC は一部地域を、えべつラジオ放送所や NHK 亀田ラジオ放送所、HBC 函館ラジオ送信所でカバーしている。ありがとうございます。